横井軍って会心のヒット作誕生、ゲームウォッチの開発で一躍時の人となった横井軍平だったが、時代はファミコンに移り、横井は過去の人の扱いとなっていた。そんな中、横井はゲームウォッチのマルチソフト化に取り組むことになる。時代はカラー画面が流星を誇る中、横井はコストダウンのためにモノクロ画面とすることを決断。モノクロでも遊びの本質は変わらないという信念に加え、横井はさらに一つの革命を起こす。通信機能の搭載である。そうして誕生したゲームボーイは空前の大ヒット。ゲームボーイにより子供たちの遊び方は無限に広がるとともに、後に通信機能を活用したあの大ヒットソフトが誕生することとなるのである。そんな横井軍平の名言、技術者というのは自分の技術をひけらかしたいものですが、それは商品作りにおいて大きな間違いとなるんです。私はそれらの最新の技術が枯れるのを待つんです。